コニカミノルタプラネタリウム株式会社は、プラネタリウム関連機器、映像ソフトの制作会社。日本のプラネタリウムメーカーである、コニカミノルタ株式会社の完全子会社となっている、ミノルタ株式会社のプラネタリウム事業の遠隔も、合わせて記述する。コニカミノルタプラネタリウムマンテインサンシャインシティは、コニカミノルタプラネタリウム株式会社が、 池袋サンシャインシティワールドインポートマート、屋上において運営しているプラネタリウム。2011年7月7日にリニューアルオープンし、その後、サンシャインシティの改装のために、再度2015年にリニューアル。旧称は、サンシャインスターライトドーム満点。投影機は、インフィニアム、S、スコヨーマックスを使用していた。2015年12月1日にリニューアルオープン。 インフィニアムシグマ投影機は LED 照明が構成原場ごとに装備され、原場で7等星の構成まで投影可能。その他に23個の1等星と3個の変更星は、個別の構成投影機で色や瞬きを再現、また惑星投影機で5個の惑星、月、太陽を投影することができる。館では一般的な楽しみ方以外に、持参の双眼鏡による鑑賞も進めている。 主な番組通常の宇宙に関する番組の他に、有名アーティストによるナレーションや音楽付きの番組や、投影中にアロマオイルの香りを場内に漂わせた、ヒーリングプラネタリウムが投影される。詳細は公式サイトを参照。コニカミノルタプラネタリウム天空院東京スカイツリータウンは、コニカミノルタプラネタリウム株式会社が、東京スカイツリータウン7階において運営している。 プラネタリウム。2012年5月22日開業。投影機は、光学式プラネタリウム、インフィニアムウェスト、デジタルプラネタリウム、スーパーミダグロブ 24K の2種で構成される、統合型プラネタリウムシステム、ジェマニスター3テンクを使用、見やすくするために座席を、階段状に配置し、リクライニングシートを使用している。オフィシャルパートナーとして j が参画しており、 今後共同でイベントなどを行う予定となっている。公認サポーターとして過去に満点でナレーションを行ったことのある天野博之と水木奈々オープニング作品のナレーションを担当した竹中直人と楽曲提供を行った平原彩香が選ばれている。主な番組満点と同様有名アーティストによるナレーションや音楽付きの番組や ヒーリングプラネタリウムが投影される。コニカミノルタプラネタリア東京は、コニカミノルタプラネタリウム株式会社が、有楽町マリオン9階において運営している、プラネタリウム。2018年12月19日開業。投影機は2018年度グッドデザイン金賞を受賞した、コスモリープシグマを使用、さらにドームの裏側に何台ものスピーカーを配置し、 前後左右に加え上下や回転といったきめ細かな音像移動を表現できる立体音響システムサウンドドームが使用されている。戦前の1937年から終戦の1945年まで東京発のプラネタリウム島日天文館がコニカプラネタリア東京と同じく有楽町にあり、1945年の空襲による被害で閉鎖された。 東日天文館の閉鎖から73年の月日を経て、有楽町にプラネタリウムが復活した。主な番組、満天、天空と同様、有名アーティストによるナレーションや音楽付きの番組や、ヒーリングプラネタリウムが投影される。2021年秋に、名古屋市ののりたけの森プロジェクト、2022年春に、横浜市の港未来地区、横浜ゲートタワーに、 日本初の LED ドームシステムを採用したプラネタリウムに関を解説予定。ありがとうございます。